皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語は10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画の20回目。今回は現在進行形の否定文と疑問文、これについてお話しします。現在進行形、今何々しているところですという意味の文章でしたよね。これ形は主語、その次に B 動詞、そしてその後ろに一般動詞 ING、 こういう形になりました。これ主語の後ろに B 動詞があるので、この否定文を作るとき B 動詞の後ろに NOT を入れます。例えば彼は今公園を走っていますという文章だったら He is running in the park now. He is running in the park now. こうなりますよね。で、走っていません。こうやりたかったら He is B 動詞の is、 この後ろに not を入れて He's not running in the park now. He's not running in the park now. こうなります。で、B 動詞の後ろに not を入れる。そうすると、何々していませんと。こういう文章になるんですね。では、私は今本を読んでいませんと。こういう英文を作りたければ、I'm、これ、I'm は I am と。これ B 動詞の am がここに省略されていますよね。ですから、この am の後ろに not を入れて、I'm not。そして読むというのの ING 形 Reading a book now. I'm not reading a book now. これで私は今本を読んでいませんという否定文が出来上がります。もう一つ、彼女は今眠っていません。これだったら C の後ろには B 動詞が来ますよね。 is です。この is の後ろにNot を入れて She is not sleeping now. She is not sleeping now. 否定文は B 動詞の後ろに Not を入れる。これで出来上がります。これを覚えてください。今度は疑問文の作り方です。疑問文は B 動詞を主語の前に移す。これで出来上がります。これまで学習した B 動詞の疑問文の作り方と同じですね。例えば Bill is studying math now. Bill is studying math now. ね、ビルは今数学を勉強しているところです。疑問文にしたかったら B 動詞の is ですね、これをビルの前に置いて is BillStudying math now. Is Bill studying math now? Is Bill studying math now? これでビルは今数学の勉強しているところですかという疑問文が出来上がりました。答えるときには Yes. ビルって男の子ですから He を使って YesHe is. No だったら No. He isn't. または No. He is not. これでもいいですね。今度はあなたは今テレビを見ていますかと。あなた今テレビを見ているところですかと、こういう質問の文章を作りたかったら、まずあなたは今テレビを見ているところですってのを頭に浮かべてください。そうすると You are watching TV now. You are watching TV now なりますよね。 B 動詞は You are の are ですから、 are を you の前に置いて Are youWatching TV now? Are you watching TV now? Are you watching TV now?
これね、あなたは今テレビを見ているところですかという文章になりました。イエスで答えるとすると、あなたはって聞かれているのは、答える人は自分のことなんで、 Yes I am。 No の場合は No I'm not。 もちろん No I am not でも構いませんよね。あなたは今テレビを見ていますか？ Are you watching TV now? 答えは Yes, I am. No, I'm not. こうなるわけです。今度は何をしているところですか？この質問、どんな文章になるかお話しします。何をしているのかって聞きたいときには、まず基本の形を覚えてください。基本の形はあなたは何をしているところですかという、この形です。これは What are you doing? 今って付け加えたかったら、この後ろに Now をつければいいんですね。 What are you doing? または What are you doing now? この形覚えちゃえば、彼は何をしているところですかとか、彼女は何をしているんですかとかね、彼らは何をしているところですかって、これ全部つけれちゃいます。まあ、とりあえずこの答えとして、私は音楽を聴いているところですっていうと、 I'm listening to musicI'm listening to music、ね、こうなりますよね。これがね、大切なんですね。まず最初 What are you doing? どうしてかと言ったら、 What と doing のところをそのままに、真ん中の Are you の部分を変えるだけで、彼は何をしていると、彼らは何をしているところと、こう聞くことができるんですよ。例えば、彼は何をしているところですか？これは What? そして彼ですから、彼に、つく B 動詞 is ですから、 What is he doing? What is he doing? こうなるんですね。 What と doing は変わらなくて、真ん中の2つの単語だけが変わるだけです。例えば、彼女は今何をしているところですかだったら、 What is she doing now? 彼らは今何をしているんですかと、ね、What 全員につく B 動詞は are ですから、 What are they doing now? What are they doing? なりますよね。つまり、この形を覚えちゃえば、この are you の部分を、主語によってB 動詞と主語の部分、ここを is he とか is she とか are they、 こう変えるだけで、彼らは何をしているんですか、彼は何をしているんですか、彼女は何をしているところですか、こう聞くことができるわけですよね。で、 What is she is he doing? 彼はテレビを見ているところです。ほら、 He'sWatching TV、ね、He's watching TV。 彼はテレビを見ているところです、とこういう、返事ができるわけですね。今回は現在進行形の否定文と疑問文についてお話しました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。